じゃん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 じゃじゃん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 じねんじゃ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 んたらんじゃ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 んじなんじっんじなんじっんじゃんかゃんじ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 ゃねじゃん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 いゃんもゃんじゃじゃんんじゃんじんじゃ いいっぱいお客さん並んでる店あるよねああそうですね、うん、あんだけさ、はい、食べてさ太らないんかな太りますよ <laughs> いや私たちも太るのは怖いんですけど、うん、甘いもん食べたいもうこの欲求を抑えられずについつい美味しいとこがあるって言ったら並んで買っちゃう <laughs> もう本当にね、うん、これは女性の敵ですけどねいや男性でもね糖尿病でねかなり病状悪いのにね,、うんね まんじゅう食べたりさクリームパン食べたりさ一人安いいのよねだっておいしいんだもんでもねやっぱり食べたい欲求ねあるんだけどでも我慢するのもつらいよねそうなんですよなんかね我慢したらストレスたまるじゃないですかそれも体に悪いから我慢できないわなんていうね言い訳をしてる人も多分いっぱいいると思うんですけどでもね食べてもね太らない甘いものあったら それはもう夢のような商品ですよよね夢のようなものがあるんですよ、夜、はい、中に。え、でもなんかこう、人工甘味料とかはあんまり体によくなかったりするとか聞くじゃないですか。うん、でもそんな、はい まあまあ一応ね人工甘味料だけど酵素変換で作ってるからまあオリゴ糖なんかも酵素使うしね化糖なんかも酵素変換で作るんですよねでだからまあ化学変換はあまりよくないっていことは言われるけどでただその気象糖ってねいろんな食品にごくごく微量含まれてる成分なんですよ気象糖気象価値の気象って書くんですかそうであのまあ作ることは不可能っていうふうに言われてたんだけど香川大学の研究ではい。 できちゃっはいでまあ,あの D プシコースっていうね <laughs>、えーまあ、糖とうん、うん、それから D アロースっていう糖なんですけど、はい、で D プシコースっていうのはね、うん、血糖値の上昇を抑制する働き、はい、それからね脂肪蓄積の抑制作用、うん、それから肝臓内の中性脂肪の減少、はあ、それから善玉コレステロールを増やす。はあ それからね、酸化ストレスは軽減させる、まあ、そういった働きがあってで、要するに血糖値上水を抑制ってね、うん、要するに腸の中にこう穴ぼこ開いてるわけですわ、はい、ブドウ糖がポコッと入るうん、うん、で、ブドウ糖と同じような形してるんで、はい、そこに、えー、気象糖のディー,あのディープシコースがポコッと入っちゃってあブドウ糖の代わりに入っちゃう、うん、でブドウ糖が吸収できなくなるんだよねへえ<ー>だからまあ痩せる働きがあるはい ね、それから d ィアロスっていうのは、うん、まあ活性酸素発生を抑制する働きうん、うん、それから高血圧の、ね、改善作用なんかもあるんですねなんかね合成甘味料体に悪いみたいなとかこういろいろそういうイメージがあってやっぱり普通の砂糖じゃないとって思ってましたけどこれ体にいいことばっかりな上に甘いもの食べても OK っていうことでしょこれ自体が甘いんだからこれ原料ね まあレアスレアシュガースイートっていう原料があるんですよ。<ー>まあまあうん、希少糖まあ、うん、15%気象少が含有してて、うん、残りの8あの85%は、うん、まあイセカとまあカ糖ブドウ糖液糖なあごめんなさいブドウ糖カ糖液糖なんですけどね。うんうん、でブドウ糖カ糖液糖だけ食べたら絶対血糖値はどんどん上がるし、肥満になるんですけど、うん、であのー。 ねまあその気象灯が含有されることによって吸収がかなり抑えられる、うんうん、だからこれねあのー、肥満気味の人がね、うん、あのー、朝食前に3 0う摂取すると、うん、徐々にね体脂肪とか体重が減少するっていうことがこれ確認されてるんですよへえこれはちょっと今ないんですか <laughs> でね、あのーうんうん お砂糖の代わりにね調味料とかね甘味料で使えるし香川県ではね幼稚園のおやつにもねこれ使われてるんですよはあおやつに使ってるってことは加熱とかもしても大丈夫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 ええそれとかケーキ屋さんでこの希少糖を使ったケーキを作ってるお店があるんですけど作ったものは毎日売り切れそら売れますわだってこんなにいいことばっかりねあるんだったら 私もも食べたいもん。<laughs> それでね。ね<え>だから要するに気象とはまあ肥満の予防、うん、でそういう意味ではね例えばオリゴ糖フラクトオリゴ糖のシロップとかね、はい、あるいはお砂糖と比べるとカロリーかなり低いし、うん、しかも大腸のこう成長作用があるわけですよね。ですよねお腹にいいんですもんね。うん、そしたらね、うん、これ2つ合わしたら、うんね、お腹によくて、はい、しかも、ね、なおさら太りにくいものが出来上がるわけですよ。そういうう、い意味ではもう 高甘味料と読んでもいいんじゃないですか、うん、ね。それで、ね、要するに <laughs>、うん、あのー、レアシュガースイート50%とフラクトオリゴ糖を48%、うん、それからビートオリゴ、はい、ねこれを2%配合したシロップがあるんですよ。はい、へーすごいのが出ましたね。うん、でねビオネレアシュガーオリゴって言うんですけどね。ビオネレアシュガーオリゴ。うんうん、でこれね。 えー、12月の11日からなんか企画が始まって 1>,、うんええ、1週間で、ねはい、まあモニター用の商品ができて、ええ、すぐ売り切れで、はあ、だから要するにどんどこどんどこ売れてるんですよ。 そうです。それはシロップタイプ。シロップ。じゃあ使いやすいですよね。コーヒーとかにもね入れるのにも簡単だし。だからまあコーヒー、紅茶にももちろんいいし。でまあねあの黒豆のねまあ炊く時なんかにも使えるよね。これからお正月ね黒豆炊くのに。そうですね。うちの家結構ねフラクトリごとで小豆炊いたりとかやってたんですよ。だけどフラクトリごとはねお砂糖の七十パーセント以下の甘みなんで。 だから、ね、ちょっとあのたくさん量がいる。うんうん、で、気象糖と半分ずつ配合したレアシュガーオリゴは、うん、甘味料が80%あるんで、だから甘味料といつても使いやすいよね。へぇ、えーえー。うわこれはちょっと、欲しいなぁ。うん、うんで。でもね、あのね今、今、売り切れで商品ないんですよね。あそうなんですかで,で、12月多分25日に出来上がるっていうお話なんですけど。じゃクリスマスに出来上がる。<laughs> そ,うそうそうそう。で、ね、あのー、まあ、うん ただね、うん、じゃあこれだけに頼ったらいいかって言ったらそうじゃなくてやっぱりね毎日の食事、はい、少しはやっぱ気をつけていただきたいですね。そうですねなんかこれがあるから大丈夫と思って普段よりより食べてしまうっていうことがあるんですよね。そ,そ,そ,そこだけけ気,、ね、気をつけて、うん 今まで同じ食事よりは、うん、まあちょっと気をつけてだ,<で>だこれをするりよりうん、うん、だからやっぱりね焼肉とかね炒め物揚げ物は冬場はねちょっと控えめにして、うん、ねで、えー、海藻とお野菜と、うん、あとね発酵食品を種類を多く食べること、うんはいまあこれが一番大事じゃないかなと思うんですねそうですね、はい、その上でプラスアラはね使っていただくのは私はすごくいいと思うんですよねその上でレアシュガーオリゴ ね、プラスしていただいて甘いものもちょっと我慢せずにいただくことができると、はい、夢の甘味料が。 出ましたよ、皆さん。<laughs> 覚えといてくださいね。<laughs> ということで、今日一番のニュースは、レアシュガーオリゴのことでございました。<laughs> はい。まあ、こういったお話をですね、えー、OBC ラジオ大阪の方でもお話ししております。毎週水曜日、夕方5時45分から、ラジオ大阪1314、ドクトルカっちゃん笑顔で元気、こちらの方もお聴きくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。